こんにちは、にじこです。昨日の YouTube ライブ配信の時に、あの真っ昼間のライブ配信ね、その時にチャットで教えてもらったんですけども、東京ガスの CM が面白いっていうことでね、で見てみたんですよ。東京ガスの CM って、あのいろいろね、なんかこう問題提起のようなものがあったり、物議を醸したり、いつも話題になる、もうすごくちゃんと作られてるあの CM なんですよね。でそのいろいろあるんだけれども、その中で母の推し活っていうのがあるんですよ。90秒のね。でこれをまあ見てみたんですよ。もうね、本当にね、あれ私って思っちゃったんですよ。そう思う方多いんじゃないかなと思うんですよね。もうね、本当にあのタクシーの運転手をしてるお母さんなんですけどね、その仕事中に知っちゃったんですよ、韓国のアイドル。で彼らは世界をよくしてよして、あ、ちょっと口が回らん、彼らは世界をよくしようとしてるのよ、尊いのよって娘に力説するんですよ、年頃の娘にね。で娘がいい年してはずとか言ってね、もうね、あのそれでもお母さんももう突っ走るわけですよ。私の中で何かが覚醒したって。で仕事中にもね、すごく楽しそうで、でもキーホルダーがね、その推しのキーホルダーなんですよ。で推し部屋がねすごいことになっててね、でもうこれ見て、あれ私今度こんな部屋作ろうとしてんじゃないのかなと思ったんだけど、でも娘が呆れたようにね、マジかって言うんだけど、でもね、無彩色の世界が輝き始めたって。韓国語も習い始めて、そして歌って踊って、それであのライブもね、当選しちゃうわけよ、おっしゃーってね。で一歩踏み出せばそこに広大な世界があったって、もうだからもう韓国に行ってライブに行くんだって、もう夢いっぱいになるわけですよ。ところがね、まああんまり言うとあれなんで、まあがっかりなことも起きちゃうんですよね。でもそこで娘がね、お母さんの推し活はまだ始まったばっかじゃんって言ってね、サムゲタンを作ってあげるっていうね、これね本当にね、すごいなんか感動のドラマなんですよ。90秒のなんかもうね、胸いっぱいになりましたね、これ見てて。なんか気持ちが分かりすぎて、でこのお母さんっていうのはね、どうもシングルマザーで娘をタクシーの運転手をしながら育ててるっていうね、そういうお母さんなんですよ。だからね、いいことばっかじゃない、辛いことだっていっぱいあるでしょうよね。そんな中見つけちゃったんですよ、推しを。そしたらもう世界が変わっちゃったんですよね。本当になんかね、もう分かりすぎてなんかもうね、あの本当に込み上げてくるものがありましたね。でこのお母さんをもうめっちゃ応援したいと思ったし、でこういう人がいっぱいいるだろうし、なんか推しの存在は尊いなと本当に思いました。もう私たちにとっての推しはもちろん藤井風さんですよ。推しっていう感覚がなかったんですけど、推しなんですねもうなんかね、本当になんか多分ね、いろんな人生、私ちょっと今日もにじこルームの方、サブちゃんの方でも話したんですけども、皆さんのコメントを紹介しながら、もう本当に今まで我慢の人生だったっていう人がいっぱいいるんですよ。自分を殺して生きてきた、自分を愛するなんてそんな考えもしなかった、そんな人たちが風さんに出会ったことによって、自分を愛する、え？ってそういうことにも気づき、そして今まで我慢してた、でももうそんなの嫌だ、もう私を生きたいっていうふうにね、気づき始めた人たちがどんどん出てきて、私のリスナーさんたちだけでもこれだけいるってことは、風さんのファンの中にどれだけいることか。もうどんどんたくさんの人たちがそうやって自分の人生をね、改めて考えて、もう私楽しく生きるんだ、自分の人生生きるんだ、もう我慢嫌みたいな感じでね、目覚め
楽しい人生へとシフトしていってる、そういう人がねいっぱいいるんだろうなとかね、この90秒から私はいろんなことを本当に思って、もう胸がいっぱいになりましたね。うん、で本当にあの風さんの存在っていうのはね本当に尊いと思いました。もうなんかこんなに本当にね、このお母さんが無彩色の世界が輝き始めたって言ってるけど、まさにそうですよ。もう本当に白黒の世界がカラーになったぐらい、もう彩りがいっぱいになって、本当に私はこの私個人なことで言えば、まあ以前も話したことありますけども、コロナが始まったと同時に私は風さんを知ったので、もう本当に混沌とした先が見えない真っ暗闇のような世の中で、風さんの存在というのがねどれだけの救いになったか、もうたくさんの人がね救われてますよね。本当に推し活本当になんか気づけば私も推し活というものをしていたんだなと思って、なんかそういうの推し活かとか一言みたいに思ってたんだけど、十分立派な私は推し活をしていたんだなと気づきました。うん、そして本当に元気をもらって、なんか毎日が楽しくて、どんどんなんかこう元気になるし、なんかなんていうのかな、自分自身に楽しみになるんですよね。自分が楽しみになる、もう私どうなっていくんだろうこれからみたいな、もうそんな感じで、そして人生の扉がどんどん開いていって、もうなんかとんでもなく予想もしなかったような人生に今なってるんですよね私。それもこれももう本当に風さんを知ったことによるわけですよ。だからなんかね、推し活ってすごいですよね。うん、でこういうのを若い人たちはキモいとかね、なんかいい年してとかこの娘のように思うのかもしれないけど、なんかなんか変なことしてない限りはね、生温かい目で見守っていただけたらと思います。ただただ好きなだけなんですよ、もう本当に。それでもうね、グッズのキーホルダー持って運転してたらルンルンになったりなってるお母さんのように、それはもう同じですよね。もうグッズの T シャツ着たらウキウキするし、グッズのバスタオル、ま、枕カバーにしたらウキウキするしみたいな、なんか小物もね、なんかキーホルダーとかね、そういうのも持ってたらそれだけでなんかウキウキするし、もうそれでウキウキするってことはもう波動ぶち上がりですよ。そんな状態いいに決まってるじゃないですか。そしたらもうね、このお母さんのように仕事もはかどるし、なんか周りにもこのいい波動が伝わるし、もう世の中も良くなるし、いいことずくめですよ。うん、だから風さんは世界を救うと思ってるんです、このお母さんのように。彼らは世界を良くしようとしてるのよ。もうめちゃわかるこの気持ち本当に。うん、なんか本当にね、この90秒の動画にね、もういろんなことを私感じました。そして私推し活してるんだって改めて気づいて、このお母さんのような推し部屋を5月に作ろうとしていることに改めて気づき、私何してんのってちょっと冷静になったりもしたけど、でもね楽しみです。もう楽しみでしかない。だってもうねえ、いいじゃないですかね、楽しくて元気でいられるんだもんね。そしてちょっと風さんが日本から離れたかなっていう気配を感じるだけで、なんか寂しいなって思ってね、別に日本にいたって遠くにいるし会えるわけじゃないんだけど、なんかそういう気持ちの問題なんだよね。そう、そんなこんなをね、ちょっとこの風さんの、私の大好きなキラリアフタートークの風さん、ショート動画にもあげちゃったけどね、ちょっとその風さんでいろいろ話してみました。皆さんもめっ
ちゃ共感すると思うよ。これ見たらぜひぜひ見てください。概要欄に貼っておくんでね。はい、ということでした。はい、ちょっと恥ずかしいありがとうございました。ではまた。